と、金曜日に定員するべきで、関係者はちゃんと注射です。お願いしていいですか、土のうの袋とか用意するん で、もしあれだったら、うちの方 の採掘室の方から重機持ってきてもらって、事前に。下がすごいようになったな。これもうちょっとこれ、ちょっと上げればいいんじゃないですか。そうね、その辺切ることとかは結構可能。いただきました。こういうふうに勾配上げるといけますね。全然硬い、美味しい。あとこれ 汁につけてたけど、その伸びることもなく。どうですか、連続してやると水の量が追いついてこないみたいですね。なんかね、やっぱしこれぐらいの量になると多分ここそんな失敗なところを取れる。美味しいところです。なんかもうちょっと美味しそうに流したい。あとあれですね、ちょっと調整しますわ。ここら辺の風ちょっと切ってみたりとか、少しその長さに合わせて。下の方はないですね。もう結構多分これが低いんだ。ですよね。少しちょっとだいぶいい。ちなみにこれって、このまま来た組めなくはないんですけど。これでいいよ。うわ、いい感じ。じゃあのあそこの窓口ってのレストランの窓口で。本当だ。伸びそばになっちゃった。マジで。すごい。なんだ、流れねえかと思ったら流れたじゃん。あ、来た。よいしょ。じゃあ、いただきます。うまっ。格別。まだ行ってないの、こっち。140ぐらいに合わせなくちゃならないので、ただここだと滑っちゃうんで、平地がないと、早めに割ってしまうとひびが入ったりかびたり大変なので、本当に直前まで仕上げには3ヶ月ぐらいかけてくれたと思うんですけど、慣れると思います。当日はきっと晴れてうまく流れてくれる。うまく流れたんで、思ったよりちょっと安心しました。と人がいっぱい来てくれたらと期待してます。